いましたね。ボストン。ボストン。パン屋さんにいたじゃないですか。いた。あそこにいた。娘。うん。数年前の私です。え？どっちが私？どっちです。え？何歳だったのそれ？小学5年生ですね。え、今いくつ？今21です。そのまま働いてるの？はい。偉いね。ありがとうございます。あ、じゃあ10年前ってことですね。はい。あ、そうそう、お店の奥からすっごい音が漏れてたんですよね。ごめん、あのすいません、ちょっとうるさいんで音閉めていいですか？あ、すごい綺麗に。デビットさん。食べる？え、いいですか？いいんですか？ありがとうございます。え、これ本当に食べていいんですか？うん、ありがとうございます。すいません。100円と100円ね。あ、ほんとだ。ちょっと今2円ぐらいしか持ってないですけど。もう、え、ずっと練習してるの？あ、ちょっとこれ僕らちょっと都内に住んでるんですけども、うん、もうここをちょっと使わせていただけてるということで、うんうん、ここで放送内ではお見せできなかった演奏をどうぞ。そう信じて歩いてきたんだろう。陰で泣いて何度も転んで、それでもまた立ち上がり、きっと掴めるよその光を、そのまま歩いて行けばいいんだよ。僕は知ってる、僕は知ってるよ、頑張ってる君を。でもそこからのですよ。からの長澤アナの実家に行きましたね。だね。お姉ちゃんよかったね、涼子さん、うん、いやお姉ちゃんがあそこまで明るいから、やっぱりこういいじゃない、うん、ドッキリを仕掛けてる甲斐があるじゃない、うんうん、